マリアアンナ・フォン・バイエルンは、バイエルン王国の王族。全名は、マリア,アンナ・レオポルディーネ・エリーザベト・ビルヘルミーネ。バイエルン王・マクシミリアン一世の王女で、ザクセン王、フリードリヒ・アウグスト二世の二人目の王妃となった。1805年1月27日、バイエルン戦抵抗マクシミリアン四世ヨーゼフと、その二人目の妃であったバーデン大公を制止。 カール・ルート・ビヒの娘、カロリーネの間に、ミュンヘンで生まれた。オーストリア大公、フランツ・カールの人なりフランツ・ヨーゼフ一世を生んだ、ゾフィートは双子の姉妹である。1833年4月24日に、ドレスレンで、ザクセン王子、フリードリヒ・アウグストと結婚し、1836年に、夫が即位すると王妃となった。 二人の間に子供はなく、1854年に夫が没すると、その弟でマリア,アンナの姉、アマーリア・ウグステの夫であったヨハンが王位を継いだ。1877年9月13日、マリア,アンナはドレスデン近くのバッハビッツで死去した。母書はドレスデンのカトリック宮廷教会にある。ありがとうございます。